えっとあの単にジャーナリストと書いてあるんで一体これはどんな馬の骨かという感じでしょうけどもあのえっと1月まであの読売新聞の,あの記者をやってまして、えー、であの、まあ、退職して、えーまあ、フリーのジャーナリストということでやっていますで私あの読売新聞時代はあの、まあ、海外報道に携わることが多くてえー まあ、ドイツの特派員を結構長くやっていたものですから、まあ、今もあのヨーロッパ、ドイツを中心にいろんなところに書いています、あのーまあ、4月ですねあのポーランドとかドイツあとウクライナに、まあ、行ってきまして、えーまあ、いくつかあのレポート記事を書いてます。あのまあ、ご関心のある方は えっと、あの新潮社のやっているフォーサイトとかですねああいうとこに、えー、載ってますんで、まあ、あのみあのご覧いただければと思います、えー、で今日はそのあの、まあ、ドイツ、まあ、まさにそのウクライナあ戦争おに関連して、まあ、ドイツがどうなっているのかという話をお、まあ、ちょっと短い時間ですけどお話し,、えー、したいと思います、まあ、レジュメをを用意しましたんでまた、あ、でそれを 見ていただければと思いますけれども、あのまあまあ、まさにあの元谷会長が書かれたこの、えー、記事ですね、これ、あのここに写ってる人がショルツというあの今のドイツの首相で、まあ多分この、まあ、歴史的と言われるあの国会演説をやったその時の写真だと思うんですけれども、えーえー、と2月2十日、 6日だったかなあの、えっとまあ、ロシアのウクライナ侵略の直後に、ドイツが国あの会員で演説してです、ねえっとあの、国防費を1000億ユーロ、上積みすると、だからまあ日本でいえば15兆円とか16兆円ですかね、まあ、非常に巨額、まあ、これはあの、まあ、ドイツの,あの国防あの、軍の装備がもうあまりにもあの、 ガタガタになっていたものですから、まあ、あの部品がなくてあの例えば半分ヘリコプター半分ぐらいしか稼働していないとかです、ねまあ、そんな状況がついていたものですからそれを何とかするということあと、まあ、NATO の約束である GDP の2%国防費確保というこれもあの、まあ、すぐやるということを約束しまして、えー、またその前後してあのウクライナに、まあ、それまで非常にあの えー、ドイツは春巡したんですけどもあの、えー、武器をあの供与するということも決めまして、えーまあ、そういった一連の,あの国防政策がですね、まあそ,れまあ、それまでというか、あのーまあ、冷戦後あるいはあのメルケル時代、まあ、皆さんご存知のようにショルツの前はメルケルさんで、まあ、16年間やったんですけどもその間に、あのーまあ、そういう軍事的なことを あまりあの、えーえーまあ、尊重というか、まあ、それをあまり考えないような風潮が、まあ、ドイツも出てきて、まあ、まあいわば平和ぼけですね平和ぼけみたいな感じがドイツもあったんです、えっとまあそれはあの、まあ、ドイツの場合はあの、えーまあ、非常に、まあ、あの皆さんあのドイツの歴史あのご存知だと思いますけれども、まあ、戦乱に次ぐ戦乱ですね、えーえーまあ、現代史を見ても第一第二大戦で、まあ、国土が。 ベルリンの首都ベルリンで市街戦を行ったぐらいの、まあ、そういった凄惨、えー、な戦争をしたわけですけれども、まあ、そういうことをもう一度歴史を抱えているからこそと言えると思うんですけれども、えーっとまあ、周辺国はその冷戦後30年間で周辺国が全部 NATO に入ったりとかです、ねえー、EU に入る友、まあ、好国に囲まれるという、まあ、そういう状況になって、まあ、安全保障環境があの歴史的にまあもう これ以上ないというぐらい良好になったもんですから、まあ、すっかり軍事とかそういうことを、まあ、あじゃあ忘れてしまってです、ねえー、対話とか多国間協調とか、まあ、そういったことばっかり言ってるような、えーまあ、昨今の風潮があったんですけども、まあ、そういったあのもう平和ボケムードをあの今回のウクライナ侵略はもうまさに吹っ,飛ばして、えー、吹っ飛ばしちゃったということですね。でまあ、そ,こそれでそのショルツの,あの歴史的な、えー、議会演説が えー、まああの、まあ、それ私見ててですね、まあ、あの私があの都会時代はあの、まあ、メ,メルケルの前のシュレ,シュレーダーとかあ、えー、それでメルケルが長かったものですから、まあ、ドイツってまあ大丈夫かなっていう感じはずっとしてたし。 私、ドイツに関する著作があるんですけども、まあ、そこでもかなりドイツの現状についてあの批判的な視点で書いてたんですけども、まあ、このやっぱり国会のショルツの演説とか、まあ、一連のドイツのまあ転換というのを見てですね、うん、やっぱりさすがドイツというのはやるんだなという感じが非常にあの印象を強くしました。あのまあ、なんかあの、えー、と昨今日本ではあの まあ、ウクライナに対してもう降伏した方がいいとかですねそんなことを口走るような元政治家ですかね、えーまあ、あんまり言地とま飛ばですかね <laughs>、まあ、そういうあ人がいるような日本の現状に比べてですね、うんまあ、しかし安全保障問題に関して言うとドイツっていうのはまあや,るやっぱりやるときはやるんだなと、まあ、ちょっとあの非常にあまりにもああの変化がドラスティックすぎてですね、まあ、それもまあいかにもドイツらしいんですけども、まあ、あのそういう印象を持ったわけです。<laughs> であのまあ、ただあの、まあ、これまでの,あの、まあ、冷戦以降この30年のまあドイツの安全保障あるいは日本の安全保障を比較してみた場合です、ねまあ、ドイツのほうがあの確かによくやってはきたんですねあの、えっとまあ、日本も自衛隊もあの海外貢献ということで、まあ、いろんな貢献をしてきましたけども、うんまあ、あの人数も限られているし派遣の形態も。まあ 非常に慎重というか、大体自衛隊に一人の死者も出しちゃいけないということですから、そういうやり方でやってきたので、それはそれでいい面もあると思いますけれども、ドイツの場合は、例えばアフガニスタンの平和維持活動に一時期5000人ぐらい出してですね、確か10年ぐらいやったと思うんですけども、その間に50人ぐらい、50人以上亡くなってるんですね、やっぱりそれだけの犠牲を払って、 まあ世界の安全保障に貢献してきたということはありますし、あのコソボ紛争というのは1999年にあったんですけれども、その時はあは NATO 軍があのセルビアに対して空爆、爆撃したんですけれども、それもドイツは参加してます。ということで、かなり日本の,あのいわゆる安全保障上の貢献よりもあの前,前に行ってたんですけれども、それでも今回のやっぱり、 安全保障の政策転換と呼ばれているのは、やっぱりこのレジュメに書きましたように、これまでのやっぱり安全保障貢献というのは、そうは言っても、ですねやっぱり国連、EU、あるいは NATO の枠組みによる、ある意味、中立的な平和維持活動であったということなんですが、今回はまあ,あの、 まあロシアによるウクライナに対する一方的なあの侵略ですけどもまああの主権国家同士のまのいわば戦争状態まあこれに対してあの一方の統一者に重火器も含めた武器を供与するとまあ下手すればあの紛争の一方の統一者になるしまあどうしてもまあもちろん議論はあってですねえとあんまりあの紛争まあ武器を供与することによってまあ紛争をまあ加熱させるとですね、まあ ひいてはあの核戦争にもつながりかねないということで、まあ、慎重な意見もあるんですけれども、ただ基本的にはやっぱりあの、ウクライナを支援しなくてはいけないと、もう、えー、もうプーチンによるもう、めいめいな侵略行為であることは明らかだし、えー、あとやっぱり非人道性ですね、あの民間人はあれだけはもうあの情けようなゃらく殺す,殺すという。 殺害するという、まあ、それに対する怒りですね、もうやっぱりドイツの場合は、えー、っとそれがやっぱり大きいと思います。まあ、そういうことで、あのまあ、今回の,政策あの転換に、えーえー、つながったわけですけれども、まあ、その中身をもうちょっと見るとですね、えーまあ、3点ぐらいあるかなと、まあ、ここに書いたように、あのまあ、この,あのウクライナに対する支援というのは、まあ、対ロシア融和政策の転換であったと。 これまでドイツの考えって、皆さんご承知かもしれませんけども、いろんな形でプーチンと特にメルケルは、なんとか仲を良くしようと、努力してきた面はあるんですけども、それは相互依存関係を深めると、ロシアが次第に民主化していくし、ドイツとロシアの間はもちろん戦争することがなくなると。 まあ一時期あの日本と中国の間で言われてきたようなことをまあ最近までドイツはやってきたわけですけれどもまあそれはもう幻想であったということをまずまあドイツが非常にあのしっかりと認識したということがまず1点ですねそれから2点目はのエネルギー安全保障がこれが急浮上しましたえとまあさすがにあの今あのノロトストリームっていうあのバルト海の海底ガスパイプラインこれ まあずっと建設してきたんですけれども、これによって今、ドイツの,あの対ロシア、天然ガスの依存度が55%ということで、もうさすがにこれはあのロシアに対して依存しすぎたという反省が生まれて、これをやっぱり転換しなくちゃいけないということで、今、慌てて LNG の基地をえっと建設したりとかですね、今まで一つもドイツというのは LNG の基地を持ってなかったんですね。 それを休憩今、作るということとか、えーまあ、あの中東にあの経済大臣が安揮してです、ね、天然ガスをエネルギーに回してくれと、えーまあ、お願いしたりとか、まあ、そんな状況になっているわけです。まあ、いずれにしてもそのエネルギー安全保障の観点を入れないとやっぱりいけないという考え方が非常に強くなってきている、それからまああの、まあ、一番根本的にあるのは、今言ったような、えー、軍事力ですね、軍事力のファクターを 外交においてもやっぱり考えなきゃいけないと、まあ、抑止とか、あるいはバランスオブパワーとかですね、そういう考え方を外交の中、外交から外してはやっぱりいけないんだということを、まあ、ドイツも再認識したということですね、まあ、3点ぐらいの,あの大きな変化があったというふうにまあ見ています。で、まあ、時間も起きてしまったんですけれども、あのまあ、その後、えー、と、いくつか言いたいことがあるんですけれども、まあ、レジュメを見ていただくと分かるかもしれませんけど、あのまあ、それでこういう政策を、 あの推進しているのが非常に面白いことに、まあ、ドイツの政界でも左派ですね、まあ、リベラル、左の方の緑の,緑の党、環境政党ですね、これがあの一番あの熱心に推進しているということはあの非常に面白いと思うし、まあ、日本の左翼とかリベラルって一体なんなんだと、何なん何なんだという感じが、あのこういう緑の党の,、えー、あの行動とか主張を見てると感じることが多いですね。 えとやっぱりその緑の党としては、とにかく人権とか非人道的な状況とか、そういうものはやっぱり許してはいけないんだと、国際社会においてですね、まあ、そういうものを許さないためにも、軍事力を使って、例えばロシアを排除するとか、そういうことをやっぱりしなくちゃいけないんだと、やっぱりそういうあの非常に、なんですかね、まあ、ある意味では理想主義なんだけども、そういう考え方はやっぱり強く持っているということを、日本としても認識した方がいいんじゃないかなという感じがいたします。えー まあ,あ,のあといくつか言いたいこともあるんですけど、ども、ちょっともう一点だけ、あのえっと、対、えーまあ、中国外交、あるアジア外交、ドイツのアジア外交ですね、これがどうなっていくかということですけれども、お、まあえっととし、まあ、ドイツもアジアに対する関心を深めてです、ねアジア平えー、インド太平洋指針というのを作りまして、であの安全保障面でも、まあ、ドイツはアジアに対する関与を強くするということを。 まあ外務省の文書なんですけども歌いました、えー、でそれであの去年一隻フリーゲート艦を日本に送ったということをまあご記憶の方も多いと思いますけどもまあそういう形でまああのえようやくあのドイツもアジアに対し安全保障ですね安全保障面でもアジアに関心を向けてきたなという矢先のウクライナだったんでえとまあもうウクライナにもう暴殺されてまあアジアどころではないという時期が続くと思うんですけどもただやっぱりあの中国に対する見方は多分 厳しくだろうと思いますえー、っとまああのえーまあ、ロシアと同じように中国に対してもやっぱ経済関係重要なんで、まあ、ある種の融和路線を取ってきたわけですけどもまあやっぱりう、まあ、その変化も期待できないし、えー、というようなことを、まあ、今回の,あのプーチンの行動によって見,つけ見せつけられたんで、まあ、中国に対してもやっぱり警戒感が強くなるんじゃないでしょうか。だから、まあ、私ととしてはそのドイツと 提携するあの可能性、まあ日本あるいはアメリカですね、日米があのどうして提携する可能性、まあ認識を共有する可能性っていうのが増えてくるんじゃないかなというふうに見ています。どうもご説明ありがとうございました。